あ,あどうも今日はあのえ雨なんでね、ちょっとあの大変かなと思ったんですけども、集まっていただいて、どうもありがとうございますは直前期なんですね、もうあとですから、今ちょうど出願期間,期間中ですよね、もうお済ませになった方もいらっしゃるかもしれないですけど、来週の金曜までですね,ね。 えそれでだいまあ今の時期もかなり勉強がね進んできてるだろうと思うんですけれどもねだいたい毎年お話ししてるのですが、えー、ともうちょっとで本試験になりますねで、えー、やっぱりその本試験っていうのは模試とはちょっと違うんですね,、えー、とですねやはりその何て言うのかな、うんまあ、年に1回ですしね えー、なかなかそのなんていうんですかねあの簡単にその、まあ、平常心でとかって言うんだけどそれはちょっと無理だと思った方がよくて、うん、平常心で受けるってことはまあできないね。えー と思いますでどんなふうになるかって言うんですけどねあの、えー、まあたいですねみんなですね <laughs> 合格者の人なんですけどもねであってもですね、えー、と大体合格者の祝賀パーティーっていうのがあるんですけどもその時にですねいやどうだったのとかって言って聞いて。 えー「来年も来年どう?」とかって「来年試験受けたら受かる自信ある?」とかっつったら「いやとんでもないです」っつってね「<laughs> 今年はまぐれです」っていう人がほとんどでね「いや来年やったって私受かりますよ」って人ほとんどいないんですよ。えー、そのねやっぱねきついんですよね。それでで本試験ははねね私はよく、ね、あの えっとね、相馬灯が回るってことを使うんですよ相馬灯っていうのはこうぐるぐるぐると、ね、こう頭の中をねこうめぐるんですね何がめぐるかっていうとね,、えっと、ね本試験の中でねあこれはダメかなって思う瞬間があるんですよあのちょっと今年は無理かなってね、うん、あのちょっとね思いがけない難問とかね、えっと、あるんですよでそれが記述かもしれないしね記述でそれが起こったってもちょっともおかしくないし あのいやちょっとこんなの,あ,のあとであの大体ね問題っていうのはねなんかこう不思議なもんでねあの、えー、とこ,この問題は解けるなっていうのも連続する傾向があるしえっとこれ難しいなっていうかなんか、えー、ちょっとこんなの出さないでよっていうのが連続する傾向もあるんですよ。だからその、えー、こんなの出さないでよっていうのが連続した時に走馬灯が回るんですよね。 走馬灯が回るっていうのはねど,どういうことかっていうと,、えー、とみんなほらあのだいっい、ねえー、と受かるレベルにいってるところまではあのここまでは努力してないって話になんないんで,でそこまでやるってことになるとやっぱ相当な勉強量なんだよね。でそうするとねやっぱりね、まあ、1年なりね2年なりね、えーまあ、その間にこうやっぱり自分がですねいろんな思い出があるじゃないですか。えー、一生懸命なんうか、まあ、歯を食いしばって 勉強したわけだよねで、そういうのがね思い出として回り始めるんですよ、えー、そのえっ、ー、と厄介な問題にぶつかってね、えー、あこれダメかなと思った瞬間にね走馬灯が回るんですよで、それであーとかってねあーあれだけ頑張ったのにこの人は誰かーみたいに思うことあるんですよねそれがね走馬灯が回るんですよでねこれね回るの覚悟した方がよくてよくね毎年ね私感謝されるんですよ回りましたって後で言われるんですよ、えー 回りましたって山本さんの話聞いといてよかったって言うんだけどね回るんですよ誰でもだからねそれはもう覚悟しておいてね回ってからが勝負なんですよそこからねまだね,ね,そのね歯を食いしばってやるというねこれで受かるんですねというのはね走馬灯はねみんな回るの自分だけじゃないの全員回るからえ、えー、条件一緒なんですよだからねそこでねなんていうの,あの泣きたい気持ちをやっぱりこらえるんだよねうん それで、あの、よしって言って、よし、ここから勝負だって言ってね、あの、その、んて言うんですかね、歯を食いしばってね、できるかどうかっていうのがね、非常に大事なんですよ。うん、だからね、もうそれは、あの、まあ、とにかく、あの、相馬とは回るもんだと思って。でね、結構ね、あの、頭真っ白になるんですよ。だからね、そこのところがね、あの、本試験っていうのは、やっぱり模試とかと違って、あの、これはやっぱりその、 緊迫感も全然違うし周りの人の,その真剣味も違うしやっぱりそういうのって受けるし自分自身もそうだしあのうんそういうですね <laughs>、えーまあ、平常心ではいかないですねあのもしレベルであると,、えーっとね、ある程度ね、ねなんとなくあの完全には身についてないんだけどこれはこうだったかなっていう程度のものが、ね、で勝負できるんですよ。 本試験のレベルになるとね、頭真っ白になっちゃうからね。それも出てこない。それで違います。ですからね、あのちょっと冷静になって考えるとかっていうのは難しいんですよね。だからあのなんつうのかな、身についた知識しか出てこないよね。知識っていうかもう体に身についたものしか出てこないんですよ。だからまあだいたいね、あの今の時期のね、あの勉強の仕方っていうのはもうあのこの時期になったらまあ新しい本はもう手つけつけないでねっていうことはみんなに言うんだよね。 えー、というのはねこういうことなんですよあのねうんと本っていうのはその人の見方っていうのがあるんですよだから同じことでもあの著者によってこっちから見て書いたりこっちから見て書いたりしてってあのやっぱりちょっと違うんですよね、うん、でその時にねあのちゃんと分かってる人だったら両方とも同じこと言ってることが分かるんですよところがあの受験のレベルっていうのははっきり言ってちゃんと分かってる人いないんですよちゃんと分かってないから受験生やるのであってちゃんと分かるのは小書士になってからなのね だからこっちから今まで勉強してたのをちょっと視点の違う本を読むとねなんか違うこと言ってるような気がしてねだから基本的にはもうあの新しい本にね手をつける段階ではなくてでそうやって、えー、本当に身についたものねこれだけがあの 勝負だねだから記述式試験なんていうのもよく私れ、ねだ,えっと、だからそのためにあの、えっと、いわゆるその何、えーえー、ですかあのいわゆるこの書式集ね書式 <laughs> 集やっとできた <laughs> それ作りましたけどねあ,のああいうものオートマの書式集ね、えー、ああいうものをねやっぱりかかか書き慣れておかないとねでこの時はこうなるっつってねパッとこうね例えばそのえー 株主名簿管理人とか言ったら定監と契約書、うん、あと株主議事録なんかつけて任状とかってね、まあ、あのパーってここ出てくるようにならないとだめで、うん、そういうのがね、あの身についてるものは出てくるからね、うん、それでね、えーっとまあ、そんな感じかな、うん <laughs> えー、ですからね、あのどうしても、ね、本試験っていうのは、ね、あのちょっとうう上厚くしね、でその相馬灯が回った時には、ね、結構頭真っ白になってるんで、ね、でもね、そこからもう一回立ち直れるんですよ。<laughs> それも大事でだからそれで歯食いしばってるとねまたちょっと見えてくるんだよね、うん、だからそこで諦めちゃダメでね、うん、あの試験っていうのはとにかく諦めちゃダメなんですよ途中でだからあのえー、っとお昼休みとかにね真ん中で休みがあるけどあそこでねあの例えば友達なんかと会った時のね試験の話しない方がいいですよ。 第何問はどうだったねとかこうだったねとかって言ってねで話をしたとするでしょで2人でだから意見があの食い違ったとするでしょここはこうじゃないかなじゃないかなってねやっぱりほら試験の時っていうのはみんなそんなに自信があるわけじゃないから意見が食い違った時にね2人ともあ間違ったかなって思って不安になるんです <laughs> 無意味だからだからねあのそういうのもやめた方がいいし基本的にだからその答え合わせとかっていうのは試験終わってからでいいよねねそ、うん、そういうい感じで,、ね、でそれからね。 えと今言ったこともあるんだけども、えー、と受験の、ね、心得って言うんですけども、えー、試験時間中は、ね、ちょっと悲観するぐらいでいいんですよでそれは当たり前なのねちょっと悲観するぐらいでいいっていうのはねちょっと今年はきついかなってぐらい思っててちょうどいいんです、うん、あのというのはねあ危ないんですよあの、まあ、そういうことはあんまりないかもしれないですけどね、えー、なんかスススッと溶けてるときが危ないんですよ えー、そういう時にねあの思わず勘違いをしてることがあって勘違いっていうのはねどういうことかっていうとねあの問題文をさーっと見た時にねあのそ,そこを見てないんだよね自分の思い込みが先に入っちゃうんですよ、うん、それがね勘違いのもとなのでだからね問題文そのものをね要するにね自分が勉強したことと問題文が出,て出た時に似てるんですよ似てるけど違うっていうのが危ないんですよ 似ててそのままだったら間違いないんだけどそれをねあのちゃんと読み込めてないとね危ないんですよねだから私なんかも経験があるんだけどなんかねスーッと溶けてる時が危ないんですよそういう時にねあ,のあーっとスーッといっちゃった時にねあの間違える可能性があってね、うん、ちょっと違うっていうのがあるんですよ <laughs>、まあ、例えばだけど例えば通報給表示なんか出たとするじゃない でそうするとあのこれは全員の第三者が出てきてるから無効主張ができないパターンだなっていうふうに去って普通そっちの向きから勉強してるからそういうふうに思うじゃない。ところがね最後のところがその第三者の方から無効主張ができるかっていうことになってたらそれはできるんでだって対抗っていうのは方向性の問題だからね例えばそんなところをあこれはラッキーみたいな感じでね <laughs>。 だってこの場合は全土第三者で出てたんだから無効主張できないもんって言ってそれはだから通報救急会社側から見ればそうなんだけど逆から見たら構わないでしょ第三者の方から無効主張しても構わないんでそっちで出てる可能性もあるんですよだからそういうのがねなんか要するにねそこに何が書いてあるか読めるっていうのはすごい大事なことなんですよだから読む力なのねで本試験であのそう大事なのはねやっぱりちゃんと読むんです問題文を。 で自分のの思いいいい込みでで解いてるのではないかという、ね、出題者が何を問うているかってことがこれがポイントであってでそこにあのなんか自分が今まで勉強したことをね重ね合,っちゃ合わせちゃった時に危ないんですよ、うん、実は似てるけどちょっと違うことがあってそういうのがね錯覚でね前からよく言ってるけど択一式の問題っていうのはあのまあこういうのは短期合格で私よく言ってるけどね丸とツの、えっと、これが、えっと、確実にね そこの5個のうち3つ解ければ受かりますよってよく言ってるでしょ、うん、この話はもう何回もしてると思うんだけど受かるんですよ、えー、5個のうち3つ丸抜がつけばいわゆる組み合わせ問題は90%解けるんですよで確あの5者択一問題だと80%解けるんですよだからであと大体計算していくとね、まあ、まず受かるんですよね だから5個のうち3つにちょっとプラスアルファぐらいであのな7掛けも取れていれば要するに10個のうち3つ分かんなくても全然問題なくてだけどそれは大事な前提があって丸パス取り,取り違えたら最悪なんですよもうほとんど正解可能性なくなるからねだからそういう錯覚って怖いんですよだからそれはやっぱりねあの問題文をよく読むんだよね、うん、でそういうのっていうのはねあの一朝一夕にはいかなくてねやっぱりその最新の注意っていうのがあるんだけど やっぱり、それはね、あの。普段のね、えー。学習態度が現れるんですよ。だから。普段勉強している時にね。あのね、よく読むんですね、うん。これが大事で。でね、勉強っていうのはね、あの。うんとね、真剣になるとね。なんかね、例えば、あのよ、本を読むでしょそれね、なんか、愛おしいような気持ちがしてくるんだよね。うん、そう、そういうのがね、本当でね。 でそれでねあの勉強しててねまずねあの集中するとねちょっと呼吸が深くなるんですよ。ふ、えー、っとこうねあの呼吸が深くなっていってね、うん、それでねあの頭がシャキッとし始めるんですよ。ね、それでね細かいとこよくねあのき気がつくようになるんですでこれでね昔ねあの将棋でね大山十五世っていうね大名人がいたんだけどこの人はね前世紀はね前世紀はね大体互角後で見れば互角の形成であってもちょっと 自分の方がダメかなって思ってたんですよ。それはどうしてかどうしてそうなるかっていうとね、あの相相自分の方の欠点がよく見えてるんですね。で、自分の方の欠点がよく見えてるし、相手方のいい点もよく読めるし、よく読めてるんですよね。だから客観的には合格でもちょっと悪いかなっていうふうにね取るんですよね。それでやるから勝てるんですよ。ところがね。 えっと大山名人がねある程度年齢がいってね全盛期落ちちゃうんですよやっぱ誰でもねでそうなるとねやっぱりねあの途中でね互角ぐらいなんだけどね楽観しちゃうって言うんですね、うん、ちょっといいような気がするんですようんそれでね客観的には出て負けるそういうことが多くなっただちょっとよくなるとすぐ喜ぶ、ね、それがねあの本試験も一緒なんですよだからさっき言ったようにね ちょっとねだから本試験の時にね問題文解いててねあこれちょっとちょっときついかな今年はって思うのは正常なの正常だしねあのそれはねいい傾向なんですよ、うん、だからそういうふうにね思ってねいくとね <laughs> いいかなっていうふうにね思いますうんあとはねあの例えばねあの記述式試験なんですけどねえー、っとまあどういう時でもそこなんだけれども あのやっぱりね人間っていうのは、ね、感情っていうのを、ね、あの処理するっていうのは非常に難しいんですよでそんな簡単なことじゃなくて大抵そのなんていうのかなやっぱりね、うん、どういう時に感情が見られるかっていうとやっぱ分かんないことが出た時ですよね当たり前のことだけどどうもちょっとこれ分かんないとかね例えば記述なんかでもちょっとあの題が読めないとかちょっと思った通りにね、うん、例えば逃避できない事故がありますとかっていうんだけどどれが逃避できないかよく分からんとかねそういうことになった時に慌てるんですよね、うん でその時はねこれはね、まあ、慌てるのはまあまあ慌てるなったって慌てるからねあのどうにもならないってはどうにもならないんだけどただねあのこういうことはね知っておいてほしくて私なんかはねあの、えっと、試験が終わった日にブログをこうあの、ね、あのコメント欄をか毎年開放ってやるんです開放って言ったらなんか失礼かもしれないけど皆さんのコメントを書いていただくんですよ。でそういう時に、うん、と本試験が終わると大抵あのあの期,日期日がやっぱり。 ままあまあ択一もありますけど記述がやっぱりこんなの書いちゃったあんなの書いちゃったっていうそういうのみんな書いてくれるわけですよでそういう時に私が大体こう読んでって、まあ、それなりにねあこれだったらあなた受か,、まあ、かると思うよって書くこともあって大体受かるねそれはねでそれでちょっとうん五分五分とかって書くと本当に五分でその後受かることもあるしあのどっちかなっていう感じですねでちょっと今年は難しいかなっていうふうにあのまあはっきり書くこともあるんですけど その区分けなんですけどね区分けはねこういうことなんですよ、えー、毎年毎年あの難しい問題っていうのは出るじゃないですかとかあの要するに試験が終わった後ね受験生の間であの問題難しかったねってここどういうふうに答えたらいいんだろうねってね話題に上るような論点ってあるじゃないですか、えー、そこができてないのは問題ないんですよ問題ないの、うん、私それだったら大丈夫じゃないって書くんですよというのはね他ができているからなんですよ 要するに、ね、あの当たり前のねところっていうかあのど,んなにどんな問題が出てもですねあの普通に勉強していれば埋められるとこいっぱいあるんですよ。でそこをねちゃんとできてるなっていうねこれであれば OK ってこう思うんですね。で大体その見方間違わないです。そここが致命傷になることってて実はあんまりなくてっていうかあんまり今までそれだけで落ちるってないですね。うん、だからねちょっと危ないっていうのはねこういうことなんですよこういう書き方ね。 どうもこの辺のところが間違っちゃったと間違っちゃってか分かんなかったとそれでねそれでね普だだったらできるはずだった当たり前の役員変更何にもかけてませんとかねこうなると私ちょっと今年は危ないかなっていうふうにとるんですだからえー、っと逆に言うとそのなんていうのかな、うん、えー、っとそこでやっぱり他はやっぱり泣きたい気持ちをこらえるんだよね。うん 何ていうのかな駄目、うん、だと思わずに、うん、できるところもあるんだからでとりあえずその分かんないところはほっとくっていうことができるかどうかっていうのは実は大事なんだよね。うんうん、そこっってていうのあってというのはね結局、まあ、本試験っていうのはさほら時間限られてて特に午前の部で時間足りないっていうのはこれ勉強不足だから。 そういういい人はちょっと受からないで午後の部はやっぱり受かるレベルの人でも時間足りなくなるんですよ足りなくなりがちなんだよねでそういう時に何が大事かっていうと使った時間と得点との間にこの関係がないとダメなんですよ時間使ったら使っただけ点が取れてるっていう関係をずっと維持していかなきゃいけないでしょところがね分かんないものに時間使うっていうのはこのこのレベルがなっちゃってるから停滞してるんですよそこが。 だから、本試験でで忙ししいいいのに停滞してる暇ななじゃないですかだから分かんないものはどうせ分かんないんだからっていう見切りって大事なんですよ。要するに、ここの論点というのは自分が試験時間中に頭使ってで解決できる問題なのかっいうことの見切りって大事で解決つかないと思って見切ったらそこも相手にしちゃいけないんですよね。だってそれ考えてる間、こうなっちゃってるから、得点線が。で、それやっぱりすごく大事なんですよ。 だからそうやってあの、まあ、難しい問題な難しい問題てまあそれが、まあ、よく読んでどうにかなるかどうかっていうこともあるんですけどね、まあ、そこはやっぱり決断でねうんある程度やっぱりその自分の方針に従って回答を書き上げていくっていうことしかないかなっていうふうにね思いますええ、ね、だからまあそういう感じかなだから記述はもうそういうところです、うん、あととはだかからもうあのとにかく よく読んでね、行く <laughs> ってことですね、うん、でそれで、まああのまあ、勝負する、<laughs> あとは、ね、あの例えば契約書とか、ね、定款とかいっと出てくるじゃないですか、ああいうものっていうのは、ね、あの全部読まなくていいんですよ。えー、っと例えば我々書士が、ね、少女誌が売買契約書の欄内に出たとするでしょ、どこに目へ行くかっていうと、登記事項の部分だけです。 例えば、売買契約書であれば、年月ピ売買誰と誰との間って、これだけでしょ、申請書に書くのは。そこだけです。あとのところのね、現状融資でどうのこうのとかね、<laughs> 売り主はこれこれいついつまでにどうとかね、そんなの全然見ないです。実務でも見ないです。そんなところどうでもいいんで。ね、だから、定当権設定契約書とか実務で出てくるでしょ。うん。ああいうものも裏になんかものすごく書いてありますよ。読んだことないですから、私なんか。実務で。要するに、登記事項だけ分かればいいんですよ。ね、だから、いつ設定したのか、非担保債権何なのか。 ね、でそれから利息損害金の類いね登記事項になるのかならないのかねでその辺見てってであじゃあ結局登記事項が全部この中から導,導き出せた時点でもうあと読,読まないから <laughs> 試験もそれでいいしあとは例えば定款なんか出てくるでしょと商業登記の記述試験で定款なんかずらっと出てきますけどねあれもね何聞いてるかっていうとね今までの試験の実例ですけどねそこから登記事項を探し出すだけなんですねええ だから、まあ、例えばですねあの取締役会の、ね、招集権者が誰になってるとかねどうでもいいんですよそんなどうでもよくてねそうどうでもいいとか読まなくていいんですよ、ね、でそれであのパパパッとこうねそこ,そこをやっぱり見る目なんですね、うん、そういう感じでね、えー、あのやっていきゃいいですそれからそうだねあとはねあの、えー、と色鉛筆がね使えると思うんだよね結構あの私なんかもあの例えば役員変更とかいろいろあるじゃないですか、まあ、あるいは他のものもあるけどもねあの色鉛筆でね あるんですよねあれ私あの記述式の問題解くときあれ結構好きでちょっとこう書いといてあのまあ基本的にはねあの講座なんかでも私それやってるんですよあのですけどあのここで黒板に書くときもね、うん、基本的に白で書いていくんだけど登記事項になることだけ赤で,赤で書いていくのこれ登記事項って、うん、やっていくんですねでそれねあ違うなと思ったら消しゴムで消せるようにしとくのうん。 そう,そうだからほら役員変更なんかであここで例えば辞任だなとかって思ったりしてもねあいや実は違ったとかって後で出てきたりすることあるじゃないですかあそういう時にあなんだこれ辞任とかってここ思ったけど問題文よく読んだらその前で結核自由に当たってるじゃねえかとかねそういうのあるじゃないですか,うんだかそしたら決してこうやってもう一回書き直しねやり直せるようにしてそういう感じでねあの色鉛筆は使えると思うねあれはあの使っていいって試験用語に書いてあるからね問題文に色鉛筆使う分には解答用紙はダメですよ。 回答者はだめだけど、問題文に使う分には構わないって書いてあるからね、そういうのはね、いいんじゃないかなっていうふうにね <laughs>、思います。はい、うん。ってことですね。うん、えー、っと、そうだな、それからね、うん、ちょっとね、準備のね、うん、試験の準備、ちょっと具体的にちょっとやるかな。うん 早起きした方がいいんですよこれ私ブログに書いてるんだけどね、まあ、あのできない人もいると思うけどね大体ね朝の四時起床ぐらいをねやったらいいねそれでねあのこれはね午前中っていうのははね勉強はかどるんですよ昔から言われてるけどねで、えー、早めにね勉強できるしそれからえー、っとね試験の当日にねちょっと寝坊,寝坊できるのがいい。 だいたいね、ま朝4時に起きているとするでしょで、試験開始時間って9時ですよね。だから9時じゃない9時半か。ただ9時までに入れって書いてあるから、まあだいたいそうだよね。まあ7時とかね、でりゃいいかと思うんだけど、したらまだ6時でも起きゃいいでしょ。毎朝4時起きてるとね、でなな試験の当日にね、ちょっと寝坊するというこの余裕がいいんですよ。うん、で、それがね、あの要するにね、ゆっくり体も休まるしね。うん、で、睡眠不足の心配がないでしょう。うん だ大体私なんかね本試験,あ試験受ける時は、ね、毎,年毎,毎日よしおきだったから別に直前期に限らなかったけどねあのやっぱ試験当日はそうしましたよ6時ぐらいまで寝てね、うん、ちょっと余裕を持ってね、うん、それからねあの試験会場の、ね、下見はしといた方がいいですよえー、っとねあの私がやったのは日曜日ですねだから日曜日が試験の日だからで日曜日に実際にそのあちこちねこう えっと地下鉄乗ったりとかねいろいろねその時向かう交通機関をそれぞれ使ってえそれで行ってみるんですね本試験会場にねでそうするとねあの周りにこう例えばいろんな喫茶店があったりするじゃないですかあ何かあったらこれちょっとトイレ行けばいいなとかねうそういうことをずっとこうねえっと見ながらね入ってってねで試験会場でねかクかとこうね気合を入れておくんですよそうするとね一回の行ったところっていうのはねなんとなく安心感があるそういうことでねまあそういうのをやった方がいいです それからね夏なんでちょっとね1枚羽織るもの持ってった方がいいかもしれないですあのね冷房入ることがあるんですよ入れるんじゃないかな7月ねでそうするとね冷房ばってくるでしょ冷えちゃうことあるんですよでね冷えるとね体温下がるとやっぱりあの体に悪いし頭も回らないんですよだからねちょっとね1枚羽織れるようにねしといたらいいです、うん、なんかちょっとカーディガン1個持っていくとかいうような感じで寒かった時のね 対策を、ね、あのしいいいいたらいいと思います、はい、それからね筆記具はあの黒のボールペンまたは万年筆って書いてあるけど、えっと、記述の方ね万年筆はや,やめた方がいいですあれはねインクが乾くまでに時間かかるんですよだからピーッとやった時にヒュッとこう手でやっちゃった時にねサーッといっちゃうんですねあの汚くてしょうがないからどうしようもないからねだからね万年筆はダメ あとねシャープペンはねちょっとやめた方がいいかなと思いますあの午前の部の方は鉛筆だけどね午前の部しかあのあのマークシートねマークシートはあの鉛筆ですけどあれはね鉛筆の方がいいと思いますえー、っとねというのはねシャープペンっていうのはちょっと先が細いんでこうやるのに時間かかるんですよねでそれとねあとねあれでねこれを傷つけちゃうことがあるんですよ用紙をあの先っぽが金属でしょうん で、それでね。あのどうもね。昔あった事故なんですけど、あの1個どっかマークしといたんだけど、で消しゴムで消したんですよね。それで別のところにつけてそれで出したんだけどね。どうもね。後でね。点数が合わないんですね。自己採点したのと一点違うんですよ。で、その人が言うにはね。多分引っかえちゃったみたいなんですよね。そこをね、機械が読み取ると二重マークに取られちゃうんですよ。そういう危険性もあるかもしれなくてで、そういうものをあの試験の。 担当者の人が目視してくれなないいみたいなんですよだからそれやっちゃうとアウトなんでだからあのシャッペンはやんない方がいいねそういうふうに思いますそうですねあとはそうだなあの体調管理をしておくことも大事だねあの夏って冷えやすいんですよだからもう試験のそうですねもうまあ1週間ぐらい前からかなぐらいからは冷たいもんやめた方がいいですよ刺身とかやめて なんかかちょっっとあったかいものをねでそれからね飲み物もねあったかい方がいいですよあったかいものをちょっとねあれやってあのしといて、えー、冷たいものをごくごく飲んだりとかしないでね、うん、それでね温かいものにしといて体調管理はねちょっと万全にやった方がいいと思いますそういうのがあってね、うん、食べる量もちょっと少なめに私だったらしますねそこはやっぱり若い人だと あの食べないと私から出ないからっていう人もいてこの話をすると「<laughs> その時はどうぞご自分で」っていうふうに言ってるんですけどねあ,のあんまり食べないようにします、うん、あんまり食べないようにするしであのの飲む時は、ね、あのゆっくり飲むんですね,ねあったかいものを、ね、ゆっくり飲むんですよでそうやっていくとね胃腸が整うんですよねでそうするとね要するにあの急に腹く出したりとかねそういう心配がないんですよ、うん、だからやっぱりそういうところもねあの含めてね体調管理もねあの万全にやっといた方が。 いいですね,、うん、ですねそうですね、えー、あとはそうだな、うんえー、まああとはそうだねあの試験に向けてあのなんていうんですかね不安,不安になるとかっていうのはねあのそれはねあの多少はある,ある、うん、だけどね えっとね、それはやっぱりちょっとねあの転換するのがね大事なんですねでそれでね、えー、これはやっぱりね心から作っちゃうんですよでねなんですけどね、まあ、あの一番良い対処策はねやっぱり全力で勉強することなんだよねうんもうこれ以上はできないっていうところまでね全力でやるんですだからまだあの本試験まで時間あるし、まあ、これまでのね今までの勉強態度っていうのもあるんだけどとにかくね 自分,自分としてや,るやれるだけのことは全部やったっていうね状況をね作るそうするとだからねそうすると消えますねだからね大体そのなんていうのかなあの本試験を受け,受けるのなんかちょっと不安ですっていうのはね勉強不足そもそも <laughs> ってことが多いんじゃないかなって私は思いますねうん私はだからあのまあ,あのもう一回やれっつっても同じことしかできないぐらいの勉強量っていうかね 1> 1日だから1日10時間で私は決めてたんですよ。でそれを半年間ずっと続けてやったけど、えー、やっぱり相当集中してやるんですよ。うん、で、えー、そういうことでね、えー、やってったから、えー、あんまり悔いってないんですよね。だからねちょうどその、えー、っと試験のね始まる1週間ぐらい前にね今でも何か覚えてるんだけど札幌で受けたんだけどね。 えー、その時住んでたマンションからねちょっと空を見上げてね綺麗なんですよあ青く突き抜けるようにねでなんかそれを見てねなんかねうーん気持ちよかったですねすごい悟りっていうかねもう1週間前なんですよあと1週間で試験がやってくるのねあもうやることやったからっていう感じの気持ちになったんですよねだからそういう意味でのねあの不安とかっていうのはなかったんです やるだけのことをやるっていうのが一番いいんじゃないかなっていうね、うん、そういう感じです、うん、あまああんまりそうだよだからとらわれないようにっていうかねあの心が作り出すんですけどね不安っていうのはね、うん、前ねあのこういう話があったんですけどねあの大阪でね講演会やった時にやっぱり直前期なんですよねでその時にねあの質問コーナーっていうのがあってねで私はどうしてもねあの本試験までねあの不安で不安でしょうがないって人がいたんですよ、うん それで、ね、まあそれはもう直前期でしょ <laughs> だから今からあの一生懸命勉強しろったってちょっとそれも遅いんで <laughs> ですからねなんて言ったかっていうとね何が不安かね紙に書き出してね <laughs> 全部書き出してねでそれねあの壁に貼り出してね大きな声で読めっつったんですよそ <laughs> したらねそたらねそ「そんなことしたら余計不安になりませんか?」って言ってねすごい。 心配してたんですけどだからそれが心配性だっつって言ったんですけどねあ,のああいう心っていうのはねええよよううと思えば思ばなんですよだからねなんかちょっとねあの不安だなとかね本試験迎えるのはもうちょっとであれだなどうしようとかってなんかこう熟したるようなものがあった時はね認めちゃった方が早いんですよ。でそれにね一番いいのがね、認めちゃうともう半分は消えるんですよ。 だから、ね、それで書き出せっつったの <laughs> 書き出してね読んでるうちにバカバカしくなるからって私説明してあげたんだけどね、うん、そうやってねあのマイナスの気持ちっていうのはね押さえつけたらダメですうんパーって表に出しちゃった方がねああいうのはね要するにねあの陰気なんですよ <laughs> でね陰のものっていうのはね表に出して光に当てると消えるんです、うん、だからそういう方法も使えるねうんあとだからあの例えばねあの 寝るのがっていうのはねちょっとまあそういう人はいませんか別に試験の前日寝れるかなとかね、うん、それもだからまあさっき言ったけど、まあ、大体早起きの習慣しとけば大丈夫だろうね、うん、でそれからね,あのね寝れなくてあの受からないってことはない,ないです <laughs> ですからあのあの、ね、睡眠薬とかやめた方がいいですよぼーっとしちゃうからあれはなんてつうのかなあのそういうのとかね、うん、あるいは寝酒とかねまあいちぐらいだったらいいですよ えー、だけどねああのそういうことをやって感覚を鈍らせちゃうとちょっとも問題なんで、えー、だからあのただねあのゆっくりとねあの、えー、横になってね、うん、でゆっくり呼吸してりゃいいんですよ、うん、それでねあの十分疲れも取れますしねそこ、うん、してるうちに寝ちゃうしね、うん、だそういう感じがね一番いいと思いますはいそうですね、うん まあ,あとはそうですねやっぱりそのうんあとそうだな何からしゃべるかな、うん、模試とかってあるでしょああいうような時に、ね、あの模擬試験とかね受ける時にね、えー、なるべくねあちこちその回その回でねあのねえー、っとね人間って不思議なものでねこうやって講義なんかもやったりするでしょ、えー、同じ人は必ず同じ場所にいるんですよ。 <laughs> そのねこっちに座ってる人はいつもこっちだしこっちの人はいつもこっちだし後ろの方にいる人はいつも後ろらしいっていう感じでねなんとなくね落ち着く場所って人間あるんですよね、うん、だけどねあのそ,そういうのがね本試験の場合はどこに行くか分かんないからね、うん、だからね、えー、そういうものもね私なんかだから模擬試験とかねあのそういうような受ける時はね心がけてました、えー、その日に私が一番行,行きたくない場所で受けてました、うん、こういう一番万倍とかね、うん 出入口のそそばでみんななううるさそうなところとかねなんかそういうねいやー今日のこの会場の中でどこが一番環境悪いかなって考えてねそこで受けてましたけどね <laughs>、うん、そういうのもね結構いいかもしれないね、うん、はいそう、うん、それでねあとはねもう最後ねあのねこういうことなんでしょうね本試験の会場に行くでしょそれでねなんとなくね、うん 周りの人が、ね、賢く見えることがあるんですよこれ結構ね初めて試験受ける人とかねなると思うんだよねうん、なんとなくねこうシーンとしてるでしょでみんな,なんかこう賢そうに見えるんですよね周りの人たちがね、うん、いや俺こんな中に入って受かるのかなと思ったりするんですよねいやこれ私もそういうことあるからあると思うんですよね、うん、だけどねこれはね上がってるんですよ上がってるんですうんみんな一緒なんですよ あんねそんなに賢い人いるわけないの。<laughs> だからね、うん、上がってるんですね。でこれでね、あのどうしたらね、あの上がらないかって言うんですけどね、これはね一番いいのがお守りなんですよ。うん、というのはね、あの上がるっていうのはね中心がないんです。中心がないからこうなっちゃうんですね。あのこうなっちゃうんですよ。でそれでね、やっぱここにね一発中心があるとね、そこに集中していくからね。だからねお守りってない,い,いんですよ。 私ねこれあのよくあの昔の本に書いてあるんだけども私あの札幌で受けてたんだけどちょうど試験の3月ぐらい前に4月にね高校の同窓会やったんですよ。でそれでそれ東京で,やったんですもちろんねやったんですけどもねえっとちょっと出るわっつってねで出たんですよ。でそこで出てねそれでその時にねえ私はあの都下の八王子に住んでるから。 夜行院っていうのがあるんですよ高尾山にこれ真言宗なんですねで山伏がいるんですよあそこだから山伏が本当に修行してるいまだにでそれでねあの修,修行場っていうかね最近の,あの例えばねおみ,おみくじってあるじゃないですか大抵なんて言うんですかほとんど「京」って出ないでしょあれはね「京」っていうのをねあ例えば末吉だとかなんだとかねああいうのに置き換えちゃってるからどっかに吉入れとくんですよだから「京」とは出さないんですよ、うん、ところがね 役員のの、ね、おみくじは、ね、3分の1ぐらい今日かな <laughs> しょっちゅう今日が出るんですであそこで代引き取ったら大したもんですけどねうんでねそういうところだからあの修行場だから厳しいんですよ <laughs> でそのね役王院に行ってねお守りゲットしといたの、うん、それでね当日ねそれを持ってね行ったんですけどやっぱり上がってたんですねと、えー、いうのはねお守りカバンの中に入れと,入れといたんだけど ここ入れて受けるつもりだったんだけど、忘れてたんですよ。それでここへ置いといたまんま、あの問題読み始めたのね。民法の問題読み始めたんですよ。なんかね雰囲気が違うんですよねいつもとね。うん、どうどう違うかというとですね、こう読むでしょ。日本語はわかんないんですよ。上がってるんですよこれ、うん。だからなんかこう読んでていつもの模試の時とかと違うんですよね。なんか要するにね意味を取るのにえらい時間がかかるの。 それでなんかこうやってるんですけど、で、どう、なんとかやっとか1問取ったんですよ。1問目ね、分かって。で、2問目行ったんですけど、まだやっぱりよく分かんないんですよ、日本語が。うん。それで私その問題間違えちゃったんですけど、<laughs> えそういう状況になったんです。うん。問題文の意味がよく分からない。法律が分かんないわけじゃないんですよ。日本語が分かんないんですよ。それでその時思いついたんですよ。雨漏りだと思って。 これお持ちお持ちいたのやだったんですよ。それで私だからこうやってあのカバンの中ゴソゴソゴソってやって探し出してピッとこう入れたんですね。うん。その瞬間にね分かるようになったんですよ。意味が。でそうするとね、法律の方の頭はもと壊れてないでしょ。あと普通に解けたんですよ。うん、だから多分午前の部が三十三問か取ってて午後の部が三十二問かなかんですよ。私その年。あとは大丈夫だったんです。 <laughs> 大丈夫だったんですけどね、うん、そのようにねお守りはいいですよだからね、あのー、っていうのはねだからあそうお守りはね2つも3つもいらないんですよ1個どうしてかっていうと中心を作るためだからね、うん、だから、あのー、そうね、うん、どこがね、あのー、お寺さんでもいいですしね真言宗っていうのはほら弘法大師だからあれはあのー、おまじないの三日なんですよ おまじないって聞くんですよでそれとかねあるいは神社もいいですよあ神社でねもしねあれだったらばねお祓い受けてもいいですねあの試験のためにね新願成就かなんかでね5,000円かなんか払うとちょっと神主さんが成就いるようなねちょっと大きめのねあの神社だとねお祓いやってくれますよあれも聞くから、うん、だからあれやってもらった上でおみこじもらってきてもいいしねうん あちゃこちゃの神社で、あのそうちょっと大きなところね。それぞれ一宮ってのあるんですよ。そういうところね。私なんか諏訪大社大好きなんですよ。諏訪大社とかね。宇佐も行ったことあるしね。宇佐八幡もいいですね。ああいうところね。あのこの辺だと大宮に氷川神社ってあるけど、あそこなんかも結構いいみたいですね。まあいろいろとありますから、そういうところでね一回やっとくとね、あの本当に取れますよ、ね。でね。うん えー、そういうような、えー、お守りとかね、うん、そういうことでこうグッとこうね、えー、あのー、中心を作っておくとねいいですうんそれがあるとやっぱり人間あの上がらないと思う、うん、<laughs> 中心があるから、うん、そういうね、えー、ことでねやって頂い,いたらねいいと思いますはいさあ、うん、ですね、うん、はい えっとそうだね、うんえー、あとはそうだなうん受かりやすいっていうのはねあのー、人間っていうのはねそのね思いっていうのがね実現するんですねでねわ私自身もそうだったけどもね、あのー、受かりやすいタイプっているんですよ 受験生の中ででねその受かりやすいタイプのね典型的なのがねふてぶてぶしいやつなんですよどういうやつかっていうとねあの例えばね講義なんか終わったとするでしょそうするとね質問しにくるんですよでねそのね質問にく、ね、るこれ現実にいたやつなんですよ、うん、だいぶ前だけどね、うん それ、ね、あの質問に来る態度がねやたら偉そうなんですよこんなんなってくるんですよああ先生とかって言うならねこれねとかって言ってく <laughs> るんですよ <laughs> それで、ね、結構ね的ついた質問してくるんだよねうんそれでね「ああそう君これこうやってこうで」って言ってな「ああ分かりました」なんてね <laughs> そういう感じでね、うん、受かるの当たり前と思ってるんだようん。 そういうのがね、あの強いんだよね。あのね、えー、っとね、人間っていうのは不思議なもんでね、表面意識とね潜在意識とか違ってることがあるんですよ。だから例えばだけど、あのなていうのかな、うーんとね、マイナスのイメージを持っちゃってるってことがあるんですね。だから表面的には勉強してるんだけど。 裏でどこかでですね、私はちょっとそこまで難しいんじゃないかっていうふうに思ってると、やっぱりそうなりがちなんですよね。それがですね、えっともう迅速俺は受かるもんだと思ってるとね、受かるんですよ。これね俺もそうだったんですよ。私ねあの受験勉強始めたのがね平成11年なんですけどね、うん。その時にだから前の仕事辞めてで失業保険もらってる間に受かろうと思ってでやったんですけども。 うーんそのあ,あとねでだから私6ヶ月合格コースの走りだって話は昔からしてるけど、まあ、あんまり最近の人知らないかもしれないけども、えー、っとそんなコースなかったんですよそんなコースなかったんだけどその時相談したね札幌校の早稲田セミナーの、ね、校長がね私のために6ヶ月コース作ってくれたの、うん、だからねパンフレットなんかないんですよこんなね あの6ヶ月合格コースがありますとかって言われてね「私もじゃな,なんでそうだったらそれやってくれないんだ」ってこう言ったらなんかあのコピー用紙1枚渡してもらってねで何月何日になりようとか,なんか書いてあるのねえい,つい,ついつ何回目の講義を受けるとかってそれなりに作ってもらってねどうも一晩で考えたみたいなんですけどねえそれで始めたんですよ。でそれで始めたもんだからねでそれでしばらくしてね1か月か2か月かして「どうですか山本さん」っつってね、うん、そこの校長さんね女性なんだけど話しかけてきてくれてね。 うん、いやーとか言ってそれでエレベーターがなんか2人で乗りながらね、うん、まあそれなりにやってますよみたいな感じで言ったんですけどねでその時にね校長さんがね何て言ったかっていうとね「うん、ややもつさん」とか言ってね、あのー「ギリギリでもいいから受かっ,たってくださいね」って言ってたんですよ「ギリギリでもいいから受かっ,たってくださいね」って言ったんですよ俺腹立っちゃってね「<laughs> なんて不吉なことを言うんだ」と思いましたよ <laughs> 俺トップクラスで受かると思ってたから。 <laughs> それね、ただねその時はねちょっとね古代妄想と呼ばれる可能性があるなと思ったからその時は言わなかったですけどね、うん、受かってから言いました <laughs> 受かってからね「先生ねあの時ね」って言ってね蓮井先生って言うんですけどあの早稲田校長のね、うん「ギリギリで受かるかもしれないって言ったですよね」とかって「私あれすごい腹立ってたんですけど」とかって言ったらねそう言ってましたけどね、うん、そんなもんなんですよ、うん、だからねあのー。 えー、やっぱりその試験に受かるっていうのはいいことなんですよだからねあの欲は大きく持つっていうのがあってねあのえっとねまあそうは言ってもそうかでもな俺もね俺もねだからあの失業してたからねやっぱりそのそ間はちょっとわびしいものやっぱありましたよあ,ありましたよそれはね、うん、だからうんとねまあ亡くなりましたけどうちの女房と一緒にねあのハローワークに月に1回通うんですよで札幌だからね冬だから。 こんなところね歩きながらねいやーなんでこんな思いしてんのかなと思いながらねちょっとねだから試験終わって,わって勉強終わって5時からある自由時間だからテレビ見るでしょでそうするとアナウンサーなんかがってるとねいやーみんな仕事があるんだなーって,ってなんで俺は仕事がないのかなーっ,てってねそう思いますよ、うん、でねこういうのってねみんなあるんですよね、うん、私のね友達でねあの今釧路でね同期で受かったやつがいるんですけどね この間ね、釧路行って話聞いてきたらね、うん、もう今やすごいですね相当仕事発展してる、うんえー、なんですけどね、うん、彼がね言ってましたけどねその受験時代ねあの奥さんに食わしてもらってたんだって <laughs> それでねなんか4畳半かなんかのアパートでねで奥さんがいて子供もはもういてねで奥さんと子供がはね まあ狭いところでねこうやって彼が寝てて奥さんと子供が寝ててねそれで二、えー、人ねでそこへ向こうへトイレがあるからトイレに行くねで二人、ままあ、狭いところだからこうやって一生懸命またぎながらね「うん、いやー」とかってね、えー、涙出たっつってましたねその時ね、うん、まあ寂しいんですよ、やっぱり、えー、ねあの要するにでもその年に受かったっつってたね、うん、その年に受かったらね みんな、ね、あのそうやってねそれでやっぱりこうなんていうの、うん、それでやっぱり作っていくもんだから、うん、そういうことでねまあえー、いやまあだからまあちょっと精神論になってきましたけども、うんまあ、この本試験ね、うん、いろいろあると思いますけどとにかく諦めちゃだめね、うん、諦めてはいけないあるんですよ、うん。去年なんかは結構あ,のあれがね基準点が低かったからね もう試験が終わった後はね午前のほはが25問でしょめったにないですからねこんなことね、うん、で記述だって半分半分以下だもん基準ってまあ近年では一番点数が低かったんじゃないかな合格点がねだから終わった時はねもうあの去年の場合はね落ち状態ですよね我々もびっくりしたもんだからあのよくねあのだから今言ったようにその試験が終わってか後、ね、あとねこう みんんなにこう感想いいうか送ってくれるる人がいるんですよ、ね、でそういう時に、まあ、例年だったらね「いや午前の場は32点で午後の場は30点で、まあ、期日もそこそこできましたはい合格」っていうのがたくさん結構出るんですよ。出るんですよ。去年はほとんどなかったからね「いい珍しいね」みたいな「えどうなってんの?」って,ってみんな泣きの涙だからね「はい、もうダメでした」みたいな感じでね「もうこれです」とかって言ってね。うん、だけどだからそういうふうに。 これ,がこれが下がるってことはでそれが合格発表になるとねえこんなんんなでも受かってましたに変わるんだよね、うん、だからそのなんていうのかなあのその試験問題っていうのはその年その時で難しかったりや優,優しくなったりしてるのね、うん、なんだけど、えー、結局試験としてはだからまあ今だと3.2%かなんかでしょ合格率がね、まあそのあれは出願者数レベルでだけどね毎年変わってないから。 問題がどうであろうが何つのうの、んえー、試験の難しさって全然変わらないですから、ねうん、だからそれをあの自分から諦めることはしないようにっていうのはあるね、うん、だからまあ,あ,のあのなな泣きたい気持ちになりますよそら、えー、だから走馬灯は必ず走るから、うん、でそこでやる <laughs> 頑張る頑張る、うん、そっからが勝負っていうねそっからが勝負なんですよ。 ソマトもあんなな人いないからだから相馬灯回ったらねあやっぱり回ったなと思ってねニコッとしてニコッとして、うん、なかなかね本試験でねあのそこまでっていうのは難しいんだけどね私のね一つ先輩でねやっぱり6か月で受かってるんですね札幌校でね、えー、いたんですよ。でその彼のの彼話ってていうのがすごくてね いや本番で強いっていうのはこういうことかなと思いましたけどねその年のねえー、っとねそのその頃の話です今じゃないですけどね、うん、一次試験の中で商法っていうのはやたら問題文も短くて簡単だったんですよ当時でそれでね当時あの午前の部でね商法から解く人が多かったんですよところが私受かった11年のその前の年の平成10年すごい難しくて商法9問出るのかな、うん で合格者の人が普通に3つ間違えてて中には6つ間違えてたって言うんですけどね、うん、そのぐらい難しいんですで特にね1問目と2問目は難しいんですどうにもなんない、ね、でその彼がねでやっぱりその商方から解き始めたんですよで1問目見るでしょな,なんて思ったか当然解けないんですよ当然解けないんですけどねいやーこれは1問目難しいなって思ったらしいんですよ1問目難しいなってね思ってね、うん そその時にこれを見て当時ねだから勝負から解くっていう人が流行ってたからこれを見て焦って青くなってるやつ多いだろうなって思ったらしいんですよいやでも俺は冷静だなって思ったんですよね、うん、俺は冷静だなって思ってね受かったって思ったんですよこれを最初に見たらみんな慌てるだろうと俺は冷静だとだから受かったとこうなんですねで2問目を見るでしょ2問目を見るでしょ また難しいいんでですよとてもできないでその時に何考えたかってねこれもできないやと、うん、あのねできない時は時間使っちゃいけないってことも彼で,できてるんですよ、うん、いくら考えてもわかんないものを考えたってしょうがないからでそれでねえあこれもできねえと、まあ、適当に丸はどっかにつけとくんですよ <laughs> それでねその時に何思ったかっていうとねこれはね商法がこれだけ難しいってことはね民法は優しいだろうと、うん、で俺は民法得意なんだと思ったっ 受かった思あのね試験始まって途端にね、えー、2つもね、えー、とてもと解けない問題を見せられてね、えーえー、慌てるところがね2、えー、度も受かったとね <laughs> 確信してね、えー、その通り受かるやつっていうのはすごいなと思ってねあれはだから私なんかだからさっきも言ったようにね1、えー、問目2問見てね 日本かかららななななないいいんんてこんな情けないレベルじゃないからね <laughs> あのね本試験の強さっていうのはね私は聞いたことないねえー、っとだからその何ていうかな試験に強いっていうかね、うん、本場に強いっていうあれはもう究極じゃないですかねすごいと思います、うん、だからそんなのもいるってこと、うんまあそういう気の持ちようだからね、うん、まあえー、っと今までのねそのえー、っとこの、えー、学んだことをね学んだことをねあの試験問題に。 かい回答にねあげていくあの基本法事はそれでいいと思います。例えばだけどえっと卓別なんか解いていくときにえっとどっちかわからないっていう2つ残ったけどどっちかわからないってあるでしょそういうときはねあの例えばね条文の根拠とかね先例、うん、の根拠とかね、うん、それでやるんです、うん。それが一番いいと思います。昔ねこういうのあったんですよあの。 主で,いやでも不規登機でも入るものってどれでしょうっていう問題があってねでねちょっとねどっちかなっていうのがあるんですよね、うん、でそれでね片っぽはねだからなんだっけな所有権以外の権利の差し押さえかなんかなんでねこれ不規だってわかるでしょ条文あるからねでもう一個ね元本確定登機って出てきたんですよ元本確定じゃない確定技術確定技術うん確定技の登機って出てきたんですよでこっちは条文の根拠ないでしょ で、えー、っと主当期でも非当期でもできるものっていうのを選ぶんだけど、えー、っと所有権以外の権利の差し押さえはこれはえー、っと不規だよね条文あるからね。でが確定期日の当期って普通不規でやるでしょ。変更当期でね不規ですよね。うん、だけどねどうもね出題の趣旨はね、ね定当期の設定当期をするときにそれは主当期だ。その中に確定期日って書き込めるじゃないですか。それは主当期だってことだったみたいなんですよね。 で、そんなのもあるから、それだから条文根拠条文根拠である、うん。それから、あの、もう一つの事例はね、あの。私が本試験の時に、あの、記述式試験でね。えー、っと、登記できない事項が二つあります。あげてくださいってのがあったんですよ。それでね、あの、私に三つ発見しちゃったんですよ。どう、どうしてかっていうとね、一つ目はね、今で言うところのね。 いやあのちょっとそう当時の処方とは違うんですけどそは技術的にはあの基本的には同じで1個目は取締役の選任なんですよ。なんだけど、えっと、定款規定はあるものの出席株主数が議決権の3分の1を下回ってるアウトこれつそれからもう一つ譲渡制限設定、うん、あれ結構要件きついでしょ満たしてない二つ目。 ですよ、えー、募集株式の発行なんですよ今で今うところねでそれでね妙なことやってるんですよ。というのはねあの例えば5万円なら5万5万円を発行価格としてるんですけれども現実の募集はね競争入札になってるんですよだからそれで例えば10万円で申し込みますって人とか9万円で申し込みますとか8万円で申し込みますとかってそういう人が出てくるわけでこれとこれとこれに割り当ててってやってるんですよ。募集株式の発行と思いましたね 聞いたことなないでしょ、うん、そんなのね、うん、これはねあの要するにだから私その時思ったのは、えっと、募集株式の発行額っていうのは発行ごとに禁止でなければならないってい条文があるから禁止じゃねえじゃんって思ってねこれもダメだろうと思っったたんんでですすよ3つ発見しちゃったんですねでそれでねなんかよく分かんないけど2つだって言うから書き始めたんだけどで譲渡制限のやつかななんか私勘違いしてるのかと思ってだから役員の問題とそ,そっちを 募集株式の発行で登記できない事項として挙げて理由書き始めたんだけど手が進まないんだよね、うん、どうしてかってだって知らないことだから <laughs> 理由書けたって知らないことだからね、うん、それでね途中まで書き始めたんだけどやめたんですよでその時私何と思ったかっていうとねせっかくこれだけ勉強したんだから自分が勉強したこと書きたかったんですよだから譲渡制限の方だのらだか,からわからそっちに切り替えたんです回答を。 でその時の判断っていうのは正しかったんですけどそれはだから勉強したことを書きたかったってことだよね、うん、で結局ねこういうことだったんですよそのよっぽど特殊な本じゃなきゃ書いてないけどそういう競争人殺みたいなことってできてでその時は本当に上の人から10万円払わせるんですよ、うん、で俺はだからその時誤解してたんですけどもこんなことやってても上からつけた人結局5万円でみんな払わせるのかなと思ってそれで回答を書いたんですよ変な話だけどね、うん、だけど 実際は10万円なら10万円9万円なら9万円払込ませるんですよそれ後で分かったことで、それでねただね例えば10万円で払い込むとするでしょ5万円から上の5万円どうなるかって言うんですね資本準備金だったかな上位金だったかな上位金だったかなどっちみちね資本金じゃないんですよだから5万円ずつで計算してでそれ資本金の額アップして回答書いたでしょ 正解, <laughs> 正解そういう、ね、ことがありましたけどねまあ,あのそんなようなことはちょっと最後にちょっとあのすいませんあの時間があれなんですけど、はいえっと、そういうことでね、あのー、そ全力を発揮しよう <laughs>、ね、え自分の、ね、勉強したこと根拠を、ね、明確にしてえそれでまあ、ね、あの悔いのないっていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、でも悔いのないようにね、うんえー、そのなてつうんですかね 相 <laughs> ということでえまあ、えー、一応そのもうこのあとはもう本試験までこういうのないからえあの皆さんね自力でえあとはねえ頑張ってくださいってことで、まあ、激励の言葉に変えてっていう感じですかね、うん、<laughs> あとおまじない聞きますよあのね,、うん、あのね燃費観音力とかって知ってますか観音様っての助けてくれるんですよ。あ書いここう、うん、これね、えー

はい、えー、それでは、えっ、ー、と、午後の部、午後の部というか、休憩を、えっ、ー、と、始めさせていただきたいと思います。えー、改めまして皆さん、あの、雨の中お越しいただいて、えー、ありがとうございます。えっ、ー、と、一応私の方からはですね、え第2部ということで、えー、デルトク予想ファイナルということで、えー、お話をさせていただきたいと思います。まあ一応我々もですね、えっ、ー、と、オートマ実行委員会として、過去文集を、まあ、作らさせていただいておりますんで、えー、まあただこれはね、え今回ピックアップしたテーマは、あの、一応、私の独断と偏見という形でね、あくまであの、 これにね、的を絞ってくださいというね、まあ、そういった趣旨ではなく、ね、あのむしろね、ちょっとこの時期、このね、今の段階で、このテーマは大丈夫かなというね、まあ、そういったちょっと知識の確認なんかにね、使っていただければと思いますけどね。えっと、まず早速ですけれども、えっと、レジュメの6ページ目をね、ご覧ください。 えっと、まずね、え、これあの、平成15年からですね、ちょっとあの、えっ、ー、と、公表されてる以降のね、平成15年以降の、えっ、ー、と、基準点の一覧です、こちらはね。はい。えっ、ー、と、ま、平成15年から始まって、まあ、ちょうど去年、先ほども山本先生のね、あの話もありましたけれども、えー、今年、去年はね、非常に、ま、基準点が低かったということで、で、ちょっと過去をね、ちょっとずっと見てみると、えっ、ー、と、まあ、過去はですね、まあ、去年が一番低いんですけど、それまででも、例えば平成16年と平成23年、で、そして、あと平成1年、 二2 6年ですね。こちらが今までね、あの基準点の低かった年。 午前が26問、で午後が24問、ね、えー、だからまあ去年も、ね、ちょうどこのあたりの水準じゃないかなと、で翌年をそれぞれ、ね、あの見ていただくとあのいずれも平成17年、平成24年、ね、平成27年、ね、大体高いんですね、はいえー、とまあ特に平成17年なんかは、ね、当時、この29問いくというのは、ね、あのなかった時で、ねえー、やっぱり非常に高くなってた、ね、でまあ平成23年の翌年も、まあ、28問、26問と、ね、まあ、いずれもですね ですね、あの平成26年から平成27年、ね、まあ、平成27年はちょっと午後の部は、ね、それほどあれなんですけれども、だいたいこのように基準点が低かった年、ね、その翌年というのは、あのいずれも午前も、ね、午後も高くなる傾向にあるかなと、ね、まずそこが言えます。 なので、まあ、今年受ける皆さんはですね多分、基準点高くなるんじゃないかなと。ねまあ、このあたりはどうしても、ね、あの試験の難易度によってまあ前後しますので、ね、一応今までのデータから言うと、あのー、基準点が、ね、2年連続で低かったっていうのは、ね、今のところないです。ね、なので、まあ、おそらく、まあ、私の感じ的な、ね、今の段階で予想してもしょうがないですけど、多分午前が28問ぐらい、で午後がまあ25問ぐらい、ねえー、になるんじゃないかなと。で まあむしろですね前、んと基準点が高くなるとねえまあ皆さんどう感じるかなというところではあるんですけどむしろね一問の,あの取りこぼしがねちょっと大きくなってしまうというねまあそういったところでもありますで逆に言うと試験ではまあ基本的な問題が多くなるんじゃないかなとねそういうときにやはり確実にねあの取れるところをしっかりねあの得点できるかどうかねなのでまあ皆さんがここからこのまあもう2ヶ月ありませんけどねえここからまあやるべきことというのはまあ一問でもね多く取 取るでその一問でも多く取るというのはあの自分がね今まで知らないようなところで取るんではなくてねあのみんなが落とさないようなところでね自分もきっちりねあの取りこぼさないねえー、そういった準備をしていただきたいなとね思いますなのでねあの一応まず午前の部からねえ今年出そうじゃないかなというねえそういったテーマをいくつか見ていきたいと思いますけどねえ7ページ目をねご覧くださいえっとまずねえ午前の部ですやはりあのこの司法書試験はねなんだかんだ ですね、やっぱり択一でどれだけ、ねえー、と一問でも多く、えー、取ることができるのかなというのが、ね、ポイントになります。 なので、あのまあ、記述は実際、ね、あの時間もなかなか足らないところもありますし、えーとまあ、左のページの、ね、6ページ目の記述式の基準点を、ね、あの見ても分かるように、えーまあ、極端に、ね、低い年もあれば、ね、まあ、大体おおむねでもね大体6割ぐらい、ね、取れると、ねえー、ほぼ合格できるかなというところなので、まあ、皆さんはまずね、やっぱり卓一でですね えと午前と午後ね、ねだいたい合計で60問ねまあ、30、30というのが、ねまあ、一番理想ですけどね、えー、それぐらいのまず水準をね、えー、目指してまあ、これは本当に実際ね1問でもねあの自分が確実に取れるところをね、えー、きちんと1問ずつ積み重ねていけばねまあ、結果的にですねあのそれに近いぐらいのね得点をね取ることも十分可能なんでねでまずね午前の部ですけど、まあ、午前の部はですねあのそれほどまずねあの時間不足になることはないと思います。 でも、やはり、あの、本試験ってね、実際、まあ、どういうことが自分にね、起こるか分かりませんから、なるべくこうね、リズムを作っていくためにもですね、今のうちからね、自分はまあどこが得意で、ね、で、どういうところが取りやすいか、ね、まあ、そういうところから攻めていくっていうのもね、あの、一つ戦略としてね、あの、大事かなと思います。で、まず憲法ですけどね、まあ、憲法は、まあ、人権と統治ね、これ、一問二問ということで、まあ、内訳が、あの、なかなかバラバラですけどね、ま、あ まあ大体この近年、あのー、ずっと見てると、ね、人権が1問、統治から2問っていうことがね割と多いかなというとこですね。ね、まあ、それはあくまで一つの目安でね、はいでえーとまあ、対策的には、ね、人権は学説の問題が、ねえー、多いです、ね、で学説の問題はです、ね、もう今の段階でも、ね、あの理論的なところを突き詰めていくよりもです、ねまあ、どういう争いがあったのかなっていう、ね、その中身を、ね、大体あのテキストなんかで、ねえー、振り返ってい,ていただきたいなと思います。でまあ、一応毎年言われてるのは がねあの全文の法的性質ねまあ出るんじゃないか出るんじゃないかとはね一応言われておりますなのであの全文の法的性質としてね裁判規範性があるかどうかとかね、えー、そのあたりまたねテキストの内容を確認しておいてほしいなと思いますで、あとそれぞれ対策として人権からはですねやっぱり判例ですねえっ、ー、と特に皆さんねこれから模擬試験とかね等連とか受けると思うんですがあの憲法はねえっ、ー、と試験科目になってからねそれほど過去問も多くありませんのでねあのまだまだ出てないところって 多いんですよねなのであの模擬試験とか当連で、ね、出てくる問題、ね、判例あのまだ過去問で出たことないような判例とか、ねえー、とそういうものもあのなるべく広く、ね、カバーしておくといいと思います。 なので、まあちょっと過去問が少ないところなので、あの、模擬試験とかね、えー、当例の問題なんかでね、まあ積み重ねをしておいてください。まあその中では、まあ表現の自由とかね、法のもとの平等、あるいは教育圏の所在なんかはね、あの、旭川学定事件とかありましたけどね、えー、っと、そのあたりなんかもちょっとね、まあ出るんじゃないかとはね、言われているところなので、あの、テキストでね、えー、見たところを確認しておいてください。 で、統治ですけどね。これ一応私の <laughs> 個人的な、あの、感覚では、ね、今年はまあ内閣、ね、司法権。まあ司法権はね、 あの今まで司法書試験の中でね、一番出題実績の高いところなのでね、もうここはもうね、対策としては外せないところなのでね、あの司法系をまずはね、しっかり完璧にしておく。ねえー、でそして、まあ、次に、やっぱり内閣とかでね、まあ、独立行政委員会とかね、まあ、の模擬試験とか、当例を受けてる方はね、あの結構その学説なんかね、出てきたのを見たことあるんじゃないかなと、ね、思いますけどね、まあ、ちょうどタックなんかでもね、あのうまいこと表でまとめてあると思いますからね、まあ、そういうのをよくね、まあ、眺めておいて、まあ、どういう争い があったのかなやり憲法はねちょっと学説問題でどうしてもねここはあの正答率がね、えー、低くなるところがありますので、ね、なんでまず皆さん、学説問題出てきたときは、ね、あの本当に例え分からなくてもですよもうそこはもうさっと飛ばすぐらいのね、えー、勢いであの誰がやってもね学説問題ってこう100%のね自信持って解ける人ってまずいないと思いますんでねあのそういうのは一旦ね置いといてあ、ね、とで時間かけてねじっくりあの取り組む、それでね、まあ、大体、正答率はねあの少しでも上げることができるかと思うんで ね、まずはそういうい、ね、条文からの問題、ね、あとは判例からの問題、ね、こういうのがまず比較的あの憲法でも特定が取りやすい傾向なので、ね、そういうのをまずは、ね、1問拾って、ね、なので、まあ、憲法で目指すべきは、ね、やっぱり大体2問かなというところです。 で、次にね、なんといってもね、民法ですね。あの、基準点がちょっと高くなるときはですね、民法もね、あの、比較的得点が取りやすい傾向にあります。なので、あの、民法ね、やっぱり20問中18問ぐらいはね、えー、一つ目標にして、えー、それぞれ民法ってね、あの、テーマごとにここで4つあるようにね、あの、内訳が決まってますよね。 なのであの今の時期からね、ねぜひあの特定のイメージ、ですね、えー、自分はここの、ね、分野から何問取るっていうね、えー、そういったイメージをねあのぼちぼち作っておいてほしいなと、ね、あのただ、万全とやるよりかはねそういうメリハリをつけてやったほうがです、ね、あの特定もしやすくなっていくかなとで、まあ、これは私の個人的な、ね、あの経験ではあるんですけどやっぱり民法でねやっぱり特定があの取れないとって話で,で比較的私はねあの親族相続がやっぱり取りやすかったんでねなので。 であの親族相続からもう真っ先に、ね、解き始めて、ね、あのやってましたけどね、なので結構、自分が、ね、比較的普段ねあの取りやすいところ、大体そういうのってあの模擬試験とかねーレを通じて、ね、あの大体感覚として分かっていると思うんですよね、なのであのここが取りやすいなというところから、ね、あの解いていって、えー、まあリズムを作っていくというのは1、ねまあ、つの対策としていいんじゃないかなと、ね、思いますので、まあ、ぜひあのそれぞれテーマごとで、ね、あ自分はここからは難、ね、問は取れる、ねで。ちょっとここ ここは落としてもいいかなっていうね、えー、そういった特典の自分の中の、ねまあ、内訳というか、あのそういうのをまずは、ね、確認しておいてください。で、まあたいね、あの例年、えー、とどうですかね、得点、まあ、落としたとしても差し支えないかなというのが再建編がね、えーとまあ、4問中大体2問とかね、いうことが多いかなと。 まあ、そういう中でやっぱり親族相続と物件、担保物件ですよね。物件編。あの、ここからのね、特典をしっかり、あの、できるように、まあ、準備は進めていただきたいなと。ね。いうことで、まず、相続から見ていくと、あの、相続の3問もね、やっぱりここは3問取りましょうっていうね、えー、そういったところです。ね。で、あの、やはり代理がね、やっぱりよく出ます。 ちょっとここ近年はね、あの、少し前のイベントのとこでもお話をしましたけど、意外とここ3、4年はですね、代理よりもね、ちょっと時効のがね、かなり出てるんですけどね。なんで、まあ、ただ今年はね、えっと、まあ、代理が出るんじゃないかなとね、あの、個人的には思ってます。 でまあ、代理は全般でね、まあ、有権代理と無権代理のテーマに分けてね、えー、それぞれ自分の、ね、知識を確認しておいてください。例えばそこに書いてあるテーマを見たときにね、ああどういう判例があったかな、ね、どういう条文があったかな、ねで、講義でどういうことを、えー、学んだかな、ね、こういうのをまずね、あのそこでピックアップしたテーマを通じて思い出しておいてください。 ま、個人的にはの代理人のね、権限乱用とかね、このあたりの判例は、ま、出てもいいかなと思うし、ま、私が個人的に可能性高いなと思ったら副代理なんですけどね、はい。えなので、あの、このあたりはちょっと注意はしておきましょう。 あと意思表示もね、ここもよく出やすいところです、そろそろ94条2項のねまあ第三者と転得者、絶対的構成、相対的構成ですね、この辺りなんかからまあ出てきてもいいんじゃないかなと、少し前にあの第三者に当たる、当たらないという問題は出てますんでね。なので、この転得者絡みの問題というのはちょっと要注意かなと。 あと、ま、詐欺脅迫もね、あの、ちょっと最近はあまり出てませんのでね、ま、詐欺と脅迫はセットでね、え、ぜひ覚えて、確認しておいてください。あと、意外とね、近年ちょっと出てるのが条件期限なんでね、あの、条件期限はもっぱらここはね、条文って感じなんでね、あの、しっかり改めてね、このあたりちょっとあんまり条文読んでなかったなという人はですね、ちょっとね、あの、見ておくといいと思います。 あと、時効の栄養検事はもっぱらね、これは判例ですからね、えっと、判例を一つでも多くね、あの、テキストに載っているところ、ね、しっかり確認しておいてください。で、続いてやっぱり物件編ですね。え、ここの9問。あの、大体ですね、あの、午前の部ね、足切りクリアできる、できないのを、あの、ちょっと一つ分水例になるのが、この物件編なんですね。 ちょっと物件編で失点してしまうとね、あのちょっとかなり厳しいのでね、やっぱりまず物件編ですよね。あのちょっとこのあたりね、今年注意かなっていうのが、当期請求権とか物件的請求権、あの費用負担の問題ですね。このあたりはちょっと最近出てませんのでね、あの、ま、見ておくといいかなと。 ね、はい、意外と冬季請求権どうですかね？苦手にされてる方も多いような気がしなくもないですけどね。あのまあ、一通り勉強した。今であればね。えっ、ー、と当初よりかはね。あの理解は進んでると思います。決してね。あの取りにくい問題ではありませんのでね。 あとやっぱり定番で外せないのが、177条関係ね、物件変動。もうここはですね、もうとにかく一番の対策はね、やっぱり過去問をしっかりします。えっと、繰り返し聞かれてるところなんでね。なので、あの、しっかり改めてね、過去問で、まずはね、完璧にしといてください。で、次に、占有権とね、共有、要益権全般ですね。 これ不動産投機にも言えますけど、擁益権はねあの午前の部で出ても午後の部で出ても比較的、これは得点取りやすいテーマです、擁益権は。ねね特にに中心にねえなので ま、ここはなんとかなるだろうぐらいのね、えー、そういった状態にしていくと、あの結構ね、えっ、ー、と、まあ、この時期ってやっぱり不安だね、あの気持ちが高くなるところですけど、やっぱりそれをね、あの、なるべく少なくするためにはね、あの、なんとかここからね、一問取れるだろうなっていうね、そういったま、安心感をね、あの、積み上げていくと、まあ、なんとかなるんじゃないかなとね、えー、思ってます。 で占有権はね、えー、ここはね、あの意外とこう皆さんどうですかね、条文ってちゃんと見てますかね、あの占有権って不動産投記では出ませんので、まあ、民法ではよく出る傾向にあります。であのー、やっぱり占有権はね、やっぱり条文がね、まず中心です。ね、で判例はどっちかって言ったらね、そんなに少ないね、ね多くないかなっていうところなんで、まあ、占有権は改めてね、民法の条文をあのしっかり確認しておきましょう。で共有はね、あの判例です。ね あの、共有はね、やっぱりね、よく出ますんでね、あの、ここはやっぱりちょっと外せないかなというね、え、ところでもあります。で、ちょっと今日ここには書いてませんけど、近年ちょっとね、出てなくて、久しぶりに出てもいいかなと思うのが、あの、添付っていうね、え、制度なんでね、あの、このあたりもまたね、振り返っておくといいかなと。で、定答権はね、もうこれは、ま、どっから出てもおかしくないぐらいね、あの、重要なテーマがね、盛りだくさんです。 あの、近年ではちょっとね、少しご無沙汰感があるのがね、効力の及ぶ範囲。ね。なので、重物とか、不合物とかね。え改めてあのあたりね、ちょっと学説なんかもあったと思います。ね。えテキストに載ってる範囲で十分なんでね、えしっかりまたね、読み直しておいてください。あとはね、留置権と譲渡担保をね、そこに掲げておきました。ね。 譲渡、まあ、担保はちょっとここ近年ですねもうかなり出てるんでね、まあ、私は今年はねちょっとさすがに出ないかなと思ってますけど2年か3年ぐらい連続で続いてるんでねただあの、やはりここ近年の出題の、ね、実績からすると無視はできないんでねなので譲渡担保はですね改めて、まあ、本当に、ね、過去問で出てきている判例で十分かと思いますけどね対策としてはねあの改めて、ね、あの判例を広く譲、ね、渡担保過去問に出てきた分ですね、えー、カバーしておいてください。 やっぱり留置権もね、えー、これは民法ではもう品質のテーマなんでね、えー、まあこういったテーマを見たときに、まあ、留置権というかでパッと一、ね、つ、ね、見たときに、まあ、どれだけ、ね、今の段階でですよ知識を引き出せるかねやっぱり留置権ってね物と債権との権利性に関する、ね、やっぱ定番の判例ってあったと思うんですよ、ねあのね、二重譲渡事例だったらね留置権成立しないだとかね転売事例だったら成立するとかねもう大体この辺りはね本当に定番のものはきちんとねやっぱり落とせないところなんでね。ねまたそういういの 足の1つの中で、ね、あのちゃんと組み込まれているとそこを1つ軸に、ね、組み合わせを、ね、あの切っていくことができますんで、ね、なのであのやっぱりここは1つでも多く、ね、やっぱりそういった定番の知識、ねまあ、そういうのをぜひ整理しておきましょう。ね まあここには書いてないけどね、例えばその7件だったらですよ、占有改定では成立しないとかね、即時取得もそうでしたけどね、そういうのがやっぱりね、スパッと言える。で、またそういうのが分かればね、本当に本番の試験でもね、落ち着きをだんだんね、取り戻すってこともできますんでね、そういうのからぜひね、リズムを作っていってもらいたいなとね思います。 で、債権ですけどね。まあ、ここがね、ちょっとね、なかなか範囲が広くてね、えー、結構ちょっと絞りのかけづらいとこではあるんですけど、ま、債権上等のね、特に上等禁止特約とかね、異議をとどめない承諾とか、まあ、特に異議をとどめない承諾についてはね、あの、えっ、ー、と、どうかなとね、ね、えー、ちょっと注意が必要かなとはね、えー、まあ、個人的には思います。 あの、公弁自由についてね、善意無可視せないといけないというね、まあちょっとそういった近年のね、新しい判例もあったところなんでね、はい。まあ譲渡禁止特約はちょっとね、平成19年以降ね、ちょっと出てないかなというところでもね、ありますんで、まあ大体対抗要件絡みが多いですけどね、まあちょっと譲渡禁止特約もちょっと注意が必要かと思います。で、まああと個人的に債権編でね、えー、ちょっと出る可能性がね、まあそれなりにあるかなと思ってるのが、この弁済のね、債権の準占有者とかね、まあこのあたりかなと。 ま、弁裁による代はね、あの、本試験ではそんなにね、聞かれてはいないんですけどね、ま、ただ法定代のね、あの、ルールはやっぱりきちんとね、あの、押さえておかないといけないのでね、え、よく確認しといてください。で、やっぱあとは、えっと、債権確論で言うとね、ま、売買の担保責任がね、え、ま、これちょっと改正でもね、大きく変わるところでもあるのでね、ま、ちょっと、ま、最後にどうかなというところでね、出題の可能性はありそうかなと思います。 で、あの、近年は売買よりもね、むしろ賃貸借のがよく出てるので、ね、あの、賃貸借はね、あの、近年も出たばかりではあるんですけど、ね、えー、ちょっと注意はしといてください。やっぱ外せないとこはね、えー、きっちりやっておかないといけませんのでね。あと、近年で言うとね、委任と事務管理の比較っていう問題もね、ちょっとご無沙汰してるかなというところなので、まあ、ここはもっぱら条文です。委任と事務管理はね、えー、改めて委任の条文とかね、よくね、あの、確認しといてほしいなと思います。 であとは親族相続ですよね。あのー、民法の中ではね、一番ね、あのー、特典のね、えー、できる分野です。まあ、ここはね、一つそこにあくまで例としてね、掲げておきましたけどね。えー、まあ、個人的には特別用紙なんかがね、ちょっと久しぶりに出てきてもいいんじゃないかなとはね、思ってますけど、えー、どうでしょうかね、というところでね。あの、普通用紙と比較っていう形でね、よくね、あの、振り返っておいていただきたいなというところではあります。はい。 あとは遺言絡みとかね、えー、まあ親族相続の4問というのをね、まずやっぱりここはね、あの正確に取れるようにね、ま,あ、まず一つのね、その目安としては、この後ね、えー、来週なんか模擬試験あったと思いますけどね、えー、模擬試験とかね、当連とかで民法で少なくともね、親族相続はね、やっぱり4問取れるような状態ね、えー、まあこういうのをちょっと模擬試験とかを通じてね、力試しをしていっていただきたいなということでね。なのでちょっと今年はね、えー、と基準点が高くなりそうな、ね、年なので、民法のね、えー、20問中、 やっぱり18問はね、えー、まあ取っていけるぐらいの、えー、だからなここから難問というね、まあ、そうういったような特定のイメージをねぜひ作っていってくださいで、えー、と次がですね、えー、刑法ですね、まあ、刑法はですね、あのー、憲法がまあ3問中場合によっては1問ということもありえなくもないんでねそれに比べると刑法はわりかし3問取りやすいかなというところではあります、まあ、対策としてはもっぱら判例が中心になりますね なので、まあ、総論だとね、まあ、共犯っていうのはこれもう定番のテーマですからね、まあそこが一つ中心になるでしょうし、まあ最近ではちょっとご無沙汰している緊急避難絡みでね、これで丸々一問出るのはちょっとどうかなと思うので、政党防衛との比較っていう形がね、昔、平成8年とかね、そのあたりに出ておりますので、まあそういった政党防衛と絡めてね、久しぶりに出てくることはあるかもしれないなとはね、思っております。 あとはまあ被害者の承諾とかね、違法性がらみですかね、このあたりなんかをね、中心にまずね、どうだったかなということで、この直前期のね、総まとめにね、ちょっと一つのきっかけにしてみてください。あと、格論ですね。格論はやっぱりね、財産犯がね、一番中心になりますま。近年窃盗がね、出たばかりなんでね、今年なんかちょっと横領とかね、盗品等に関する罪、ね、このあたりはまあちょっと注意が必要じゃないかなとはね、個人的に思うところです。 特に盗品等に関する罪のね。問題は平成19年以降ずっと出てないんでね、えー、ちょっと注意が必要かなとは思います。で、まあ一応これあくまで個人的なあれですけどね。あの刑法はわりかしですね。あの新しい判例って意外と出るんですよね。平成20。何年とかね？256年とかのね。でこういうのはあの結構ね。あの。 刑法もねちょっと過去もが多いんでねあのそんなに模擬試験とかね当連とかの、ね、問題をプラスする必要ってあんまりないっじゃないんですけれどもえっ、ー、と。 割と過去問に出てなくて、ね、当連とかで出てきた平成25年とかね、24年みたいな近年の判例、ね、もしそういうのがあったら、ね、それはちょっと特に財産犯関係ですね、あの一応抑えておくとね、あのいいんじゃないかなと思います、割とあと近年、ね、そういうちょっと近年の判例がね、意外と出る傾向にあるかなっていうのはね、ここ数年の、ね、出題の実績です。 あと刑、警報はね、あの、昔出てたけどね、最近ちょっとご無沙だっていうね、有名な論点とかが、たまにポッと出ます。最近はね、平成元年以降にね、あの、ずっと出てなかった放火罪がね、〇〇一問ね、あの、去年かおととしあたりにね、おととしぐらいですかね、あの、出てましたけどね。まあ、そういった意味では、あの、賄賂罪ね、平成12年以降ね、ずっと出てませんのでね、まあ、いつ出てもいいかな、いいかなと言いつつね、あの、ずっとこのね、何年経ってるんでね、あの、もしかしたらね、皆さんの受ける今年に当たるかもしれませんしね。 あとはまあ我々使用書士のね、実務とちょっと切っても切れない文書偽造とかね、あの、このあたりなんかを一つね、あの、注意はしといてください。 で、7日のちょっとね、時間が迫っちゃってきましたけど、あと会社法ね。やっぱりね、この会社法での得点っていうのがね、えー、これは午前のね、部のやっぱり鍵を握りますし、去年がね、会社法難しかったんでね、今年はですね、あの、あくまでもね、まあ個人的な願望でもあるんですけどね、あの、去年よりかは取りやすくなるんじゃないかなとね、思ってます。で、そういう時は大体ね、本当に条文通りの素直なね、えー、問題、そういうことが多いと思います。 なので、まずね、あの、とにかく設立です。ね、これも毎年出ますんでね。 なので毎年出るテーマについてはねもうこれはもう必ず取るっていうぐらいで、まあ、特に皆さんの目標はねこれから出てくるトーレンとか模擬試験ね、えー、設立は絶対取れるようにぐらいのねそういった形で模擬試験なんかをね利用していただけるといいと思いますで会社法もちょっと過去問が、ね、あの平成18年以降ではそれほどねあの積み重ねがあるところではないのでねあの模擬試験とかトーレンの問題も会社法に関してはね、えー、ちょっと復習なんかでね利用していただけるといいと思います。あとは持分会社ね 持ち分会社もこれ毎年必ず一問出ますでも対策としては持ち分会社は、ね、とにかく条文をしっかり読む、ね、もう本当にそれぐらいしかないかなというぐらいです割とまあまあ細かいところまでは聞かれますけどねなのであの持ち分会社、ね、もうここは、まあまあ、大体なんとかなるだろうぐらいの,、ね、あのレベルに行くには、まあ、本当に過去問とか繰り返していてねでそしてちょっと曖昧だなと思ったところを、ね、ちゃんと条文目を通す、ねまあ、問題を通して条文に行くという感じで、ね、行くと会社法は意外と、ね、あの抑えていくことはできる。 いと思いますあと、組織再編ですね、組織再編はねやっぱ出るものと思ってね準備はしておいた方がいいしね、ねで組織再編がねちょっとどうも苦手ですわに感じている方は、ですよまずはとにかく合併をね完璧にするといいと思います、ね、で合併がね大体組織再編苦手って人は、ですねちょっと合併自体がねちょっとぐらついてる方が多いと思います、ね、なんでまず全体の手続きの流れね、ねそして、えー、合併のね手続きね、ねそれをまずね確認してください、しっかりね。 で、あとは、分割とかはね、何が違うかっていうね、そういった点でね、やっていくとね、組織再編もね、あの、結構恐るるに足らずっていうね、えー、感じかなと思いますんでね、ぜ、え、ひ、ー、っていう感じですね。あと、商法総則はね、これはもうね、ちょっと、 と近年はですね予想もつかないところから出るところがありますんで、ねもしパッとね今年の本試験見たときに、ちょっと、商法早速はねなんかここ見たことないぞみたいなねそういったテーマだったら、ね本当にまあ思い切ってねあのすっ飛ばすぐらいでねいいと思います、商法総則は。ねね本当にね先ほどの先生のね話もそうですけど、自分の知らないところってねどんだけん考えてもね答えって出てこないんでねそこでやっぱり時間使うのはやっぱりもったいないんでねであとはもうね適当に答え出しといて、ね最後時間余るでしょうからね、午前はねでそこでもう一回ね。 見てね。これが正解っぽいなっていうのをね、えー、選ぶ。そんな感じでいいと思います。ここはねはい。ではねえー、まあ午前がそんなところね。では続いて午後の部に行きましょう。まあ、ちょっと時間がねえっ、ー、と、あと5分ぐらいしかないんでね。あれなんですけれども、えっ、ー、と午後の部はですね。なんといってもですね。あの時間配分、これがね非常にね。あの大事になってくると思います。 これはまあ私の経験で、ね、経験上の話で申し訳ないですけどね、ねやっぱり5、ね、個の部は記述とも、えー、と相まってですねやっぱり3時間内に、ね、やっぱきちんと、あのー、なるべく解き終わりたいというのはねありますので、ね、やっぱり今のうちからですね、まあ、どういう順番で解くと、ね、あの時間なんとかなるかなというのも、ね、ちょっと考えておくといいと思います。民、ま、祖、あ、から、ね、ざーっと解く人ってやっぱり多いと思うんですけどねで私はねそれやって、ね、なかなか、ね、時間内に解くことができなかったんですよ、模擬試験でも、ねえー。でそこで あのやっぱりいいろろ考えたんですよねあのこの35問を見たときにね最後、残り5分になってねちょっとまだ空白が多いというときに何とかなる科目はどれかということでまず考えたんです。よ そのときにまず、ね、記述が白紙だったらもうどうにもならないじゃないですかね。私、その前、ね、合格した前の年とか不合格だったんですけどね、あのやっぱり頭からずっと解いててねで、どうしてもね、やっぱり途中詰まるところがあって、ね、そこでどんどん時間が足らなくなって、で、一番最後、しわゆスが来たのが商業登記の記述式なんですよね。で、ふとね、あ,のあと10分、5分ってなったときにね、あの答案用紙がね、3分の2以上白紙だとね、もうそこで襲われる絶望感ってね、これはもうね、どうにもならないんですよ。 でえー、やはり、ね、そういった絶望感を、ね、やっぱり皆さんには味わってほしくないんでね、ねなんで、あので、ー、やっぱりね、記述の答案が白紙っていうより、ね、択一の答案がちょっと空いてるっていうのなんとかなるんですよね、だって択一を埋めるだけじゃないですか、番号をね。なので、あのー、まずやっぱりまあ記述を、ね、途中で、ね、あの組み込んでっていうふうで私はやってたんですけどね、で一番最後ね、あのーまあ、なんとかなるだろうと思ったのが、私、前半の11問なんですよ、ね、この民想系ね。 これはねあの本当に最後10分でもな、ね、んとか解けるだろうという形でね私は一番これを最後に回してたんですねで、まあ、不動産投機と商業投機、ね、こっちが一番ねあの厄介なところですからねここをまあなるべく最初のね時間の余裕のあるときに、ねえー、作ったのを使ってあとはしっかりね不動産投機で何分っていう,ふうに、ねまあ、時間の枠をねあの作っておいてね。ねで あのその枠が、ね、来たときに、ね、例えばあの不動産投票が、ねまあ、20大体20分ぐらい枠取ったとしたら、ね、で20分経ったときに、ね、あのあまだ1問残ってるなと思ってもしたらもうすぐ次に飛ぶ、ねえーまあ、その時は私は記述式のいたんですけどね。 ずらしたくないんでね、なるべく枠を使ってね、あのもうこのね問題では何分っていうね、こういったまあ時間の枠をね決めといて、でそれでまあね、あとはまあ模擬試験とかでね、まあなんとか三時間内にまあ埋められるね、まあそういったあの順番とかね、まあそういうのをね、あの私は一応ね、あのいろいろ工夫はしたんでね、まああのまあいろいろここまで模擬試験とかね、当連受けていく中でね、この三時間の厳しさっていろいろね、あの実感してるでしょうからね、やっぱり確一でね、やっぱりきちんとね。 あのまあ、時間をね。節約するためにもですねえー、まあ、やっぱり民相系はね。あのちょっと時間が来ちゃうので、もうざっくりね。あのちょっと言っていきますけど、民訴系はね。やっぱりまずこれ条文です。直前期はね。あの合格した方に聞いてもね。この直前期は何やってたか？って言ったら、民ンはもう条文と過去問だけというね。まあ、そういう人が意外と多いかなとで、逆に民ンでね。落としやすい人っていうのはね。あの案外条文読んでない。 ね、意外と民主党って、ね、思ったより条文大事です。ねはい、なんであので、特に第1審の訴訟手続き、ね、今年なんかちょっと支払い督促とか、あのそのあたりが、ね、ちょっと最近出てないんで、ね、支払い督促あたりがあの要注意かなと、ね、思ってますんで、まあ、条文とともにです、ねえー、しっかり、ね、まず支払い督促を優先的にやって、あとは少額訴訟、手形訴訟も抑えていく、ね、そんな感じで、まあ、ここは比較的取りやすいところなんでね、なんであので、ぜひ取っていただきたいなというところです。 あと、不動産の時ね、これだけ、あの、ちょっと時間が来てしまうんでね、えあれですけど、不動産投機はね、ぜひ今年ね、気をつけておいていただきたいところは、農地法の許可。ね あの多分出るんじゃないかと、ね、私は思ってるんですけどねあの出なかったらすみませんって話なんですけど相続人に対する特定依存だったり、ね、あ神聖の登記名義の回復で、ね、あの従前の登記名義人じゃなくても相続人へ移転するんだったらいらないというね平成24年で新しく、ね、変わった先例ですよね、これまだ出てないんだよね、なのであのちょっと出るんじゃないかなと、ね、個人的には思ってます。はい ああとあれですね商業登記でいうとこの印鑑絡みと株主リストですね、えっと、特に去年なんかはあの不動産登記でね会社法人等番号の改正で結構いろいろ実務会をに、ね、ぎわせました、ね、で今年実務会をにぎわせたのが株主リストなんでね、まあ、記述式でねまず出てくるでしょうけど、まあ、どういうふうに出てくるかってちょっと何ともあれなんですが 去年なんかはいきなりね、会社法人等番号が不動産登記でね、択一でいきなり丸○ 1も聞かれてますんでね、なんで、まあ、株主リストについてもですね、何らかの形であの択一でもね、聞いてくるんじゃないかなとね、えー、思っておりますので、ねえーと、株主リストのまあ本当に基本的なところね、えー、これをぜひね、整理しておいていただきたいし、えーと、印鑑の提出もね、最近は印鑑証明書の交付とともにね、ちょっと出てないかな、平成22年、23年以降ね、えー、出てないかなというところなんで、ちょっと気をけ いいいてたいただきたいところあとは商業登記はね、法人登記、ね、これがね、非常に簡単なんでね、あの大体ね、あの基準点があの高くなりそうな年っていうのは、だいたい法人登記もね、非常に簡単なんでね、あの比較的商業登記でね、やっぱりよく出るテーマで、で、定員が取りやすいのは、法人登記なんですよね、なので、あの法人登記とかね、このあたりは出たら1問取るっていうね、まあ、そういった状態にしておいてください、まあ、本当に、過去問とテキストにね、出てきてる分で十分です。 あとは設立ね。もうこれはなんといってもね、設立は絶対外せませんのでね。はい、なのでね、ちょっと5個の部についてがね、ちょっと端折った感じになってしまって申し訳ないですけれども、ね、一、えー、つここにね、掲げてるのはね、まあ、ちょっと近年の出題傾向から分析してね、えー、出る可能性の高いテーマです。なので、一、まあ、つこれを見たときにね、あの今の自分の知識がね、どうかなというところからですね、一、あのー、つの復習のきっかけにしてもらってね、えー、この2ヶ月、ね、えー、全力を尽くしていただきたいと思います。 特にこの1階の,、ね、あの入り口の近くにも書いてあ,いてありましたけど、ね、なんかメッセージで、ね、なんか脳みそから血が出るほど勉強しろみたいな、ね、そういうこと書いてありましたけど、本当この2ヶ月は、ね、ほんとそれぐらいのノリだと思います、ねえー。そして、まあ、不安な、ね、気持ちをまあ少しでも、ね、あの落ち着かせるためにです、ねあのまあ、自分の中で、ね、モチベーションを高めるツール、ね、そういうのを私なんかは、ね、携帯の待ち受けに、ね、司法書士バッジ、ね、ちょっと今日つけてこなくて申し訳ないんですけど、ね、あのそれを待ち受けにして、ね、毎朝、ね、それを眺めて から勉強を始めてました、ね、これをつけて、ね、自分はあの仕事するんだっていうねだからそういう,こう自分にとってね勇気になるような、ねまあ、それがお守りであったりねいろいろあると思いますなのであのそういうのをね、まあ、一つ一つ作りながらねこの残り2ヶ月ね是非乗り切っていただきたいと思います あとはその次のね、テーマとしてはね、あのー、本試験後の7月8日にね、イベントありますんでね、まあ、そこでね、あのー、またいろいろ引きこもあると思いますけどね、えー、まずはこの残り2ヶ月ね、えー、本当にね、えーまあ、脳みそから違うぐらいね、えー、ぜひ頑張ってね、乗り切っていただきたいと思います。はい、えー。ということで、ちょっと私の方からは以上ということでね、今日は本当に雨の中ね、ありがとうございました。